はい、どうもケンです。今回なんですけども、今回はですね、スウェーデンの、イラストレーターさんが描いたリアルすぎて怖いポケモンジブリディズニーの、イラスト集のね動画を見つけたので、見ていきましょう。もうね、あの有名なキャラたちがね、怖くて大変なことになってるそうなのでね、見ていきたいと思います。それでは、動画に参りたいと思います。それでは見ていきましょう。リアルすぎて怖いポケモンジブリディズニーの画像集かっこ恐怖ということで、見ていきましょう。どうぞ。スウェーデンのイラストレーターでタトゥーアーティストの、なんかこれ、デニス・カールソンさんは可愛いキャラクターたちを背筋も凍る奇形でグロテスクなモンスターとして描きます。ピカチュウやトトロやクマのプーさんやリロ&スティッチやモンスターズインクなど可愛いキャラたちが本当に閲覧注意です。可愛い元のキャラクターとの、対比になっていますということで、それでは始まるのかな。隣のトトロ、いいな。ネットの声、こんなの来たらメイとサツキ泣くわ。どうしてこうなったんだ。頭から変なものまで隣にはいないでほしい。確かに隣にはいないでほしい。隣にいるなトトロみたいな。スティッチ、はは、スティッチ、はわー、人の足食ってるし、ネットの声、ああ、私のスティッチが裏でこんなことしてたのか、その足は誰の？怖すぎる。すごいな。バックボーダーや、ノックマのプースさん。こんな蜂蜜食ってて可愛いプースさんがどうなるんでしょう。うわあ。ネットの声、もはや絶対蜂蜜じゃないよ、それ。ハニーハンドどころじゃない、命が狙われるよ。成長してクマの本能むき出しになったらな。これミニアン、バー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 ナナバー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 ナナでさっき、うわー、リアルになったんじゃない。逆にネットこれ、こんなのがバナナが生まれたら嫌だ。こいついたずら命狙われるよね。ミニオンって不死身で存続するんでしょ。嫌だこれ。ピカチュウ、あらかわいい。さあどうなるんでしょうか、このピカチュウが。ギャー、ネットの声、目も怖い。こんなの強くてもゲットしたくない。きっとゾンビ化したらこれだよ。すごいな、うまいな。そしていいよ、いいよ。あんな声してるけどメスっていうね設定なんですよね確か。うわー、腹から何か出てるし。ネットの声、いや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 、絶対死んでるよこれ。液体液がなんか飲むみたいなのが怖すぎる。ドゥイーティー、見た見た猫ちゃん、やっぱやっぱ見た猫ちゃん。いい、ネットの声、絶対猫のシルベスターに負けないよ。足すら狂気に見えてきた。口の作りがバイオだわ。はあ、ピグレット、プー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 。うわー、なんか腹から出てるし。ネットの声、目が怖すぎる。笑ってないよ。胴体がすでにチャーシューになってる。ソーセージが作られてるんだけど。確かに、ティガ
ティガー。え、目が4つある、なにこれ。どこへ、悲しそうな目をしてると思ってみたらトラウマになった。早くの尻尾、怖え。こんなに腕が発達してると絶対逃げられないぞ。マイク、マイクワゾースキー。マイクね。うーわ、でもなんかこれ見たことあるぞ。なんかで見た、ツイッターで見たのかな。ネットの声、優しい心絶対なくしてるわ、絶対にモンスター。目と口元のあたりとかよく見るとキモすぎる。シュレック、シュレックって、あ、これか、あの浜田正俊が声やってるやつね。シュレック、1回ぐらいしか見たことないな。うわー、ネットの声、優しそうな目を、気のせいだった。足み短足すぎる。あれ、なんかかわいい。はい、いかがだったでしょうか。ピカチュウがなんか予想してたのとだいぶ違った、180度違った。でもモンスターズインク、モンスターだからあれぐらいのクオリティでいいと思うんだけど、まあまあ、そうすると子供泣くわな。はい、ということで僕はね、あの編集で同じ映像を2回目も見てしまったっていうね、ことにね、ちょっとねビビりながら、編集してますした。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ちょいちょいねこういう動画も上げていくので、よかったら見てください。それでは、ケンでした。バイバイ。